皆さん、どうもどうも、よろしく頼むし、ドラゴン TK です。では、本日は、ドラゴンクエストモンスター3、やっていきましょう。生き方が、俺の中で、確立できた。から、その方法を試し、実践しに行こう。まず、下行く。そして、もう一段階行く。で、これ赤にするでしょ。で、赤にして、左側、じゃあ右側行って、右側で、まずは、ここで青にするっしょ。青にするっしょ。でだよ。いや、邪魔だな、ほんま。相変わらず。向こうを戻って、で、そこで赤にして、明治ドラキーの色の赤にして、で、これで、あとね、おのずと、いけるようになると思う。で、これね、当たりそうになってた。ミリ。ミリの戦いが始まりそうだったよ。ミリの戦いがね。で、これで、下行くやろ？下行って、この、見てる方向から行って、下行って、で、あと、道なりに、行けば行ける。わかったぞ言って。生き方完全理解した。ここだこう。オッケー俺の勝ち。よし、残したよかった移動しません。はい、行きますかならば。ちょっとほぼ満タンにしといてと。これでいいでしょう。いやー、よかった。終わったな。じゃあ、レベルの高いやつで埋め尽くしとくか。どうしよう。ダンサー入れときたい。でんでん5個いるな。水の安らぎやろ。465でしょ。420か。ちょっと6代目ライムには、ちょっと下がってもらうか。ダース入れときたいんだかな。見ると、まだちょっともうちょっとかかるなっていう、思う。これかな？ボスに挑むなら。行きますか。あ、来たね。ムービー来たな。決戦の前に、話しておきたいことがあります。かつて私の故郷の村が、敵国の軍に襲われた時の話です。最後の一人になっても私は戦い続けました。しかし
ついには敵の剣に落ち、気づけば暗闇を私は歩いていました。その時まばゆい光が闇を照らしたのです。光にたどり着くと、そこに我が王ヘルバトラーが立っていました。彼は言いました。お前には勇気がある。生涯私に忠誠を尽くすならば、再びの命を与えてやろう。私は彼と契約を交わし、その証としてこの名前パーシバルの名を授かったのです。ではヘルバトラーを倒したらパーシバルさんも。その通りです。ヘルバトラーの死はすなわち私の死だが、もはやこの命など惜しくない。この戦いのとどめはどうか私に。そんなことがあったのか。アングルホーンじゃね？やはり来たか。お前の考えは分かっておる。私を殺しに来たのであろう。王よ、あなたには返しきれぬ恩があります。だがあなたは多くの民を苦しめている。罪なき村を襲い皆殺しにするなど、これ以上見過ごすことはできない。ヘルバトラー王よ、ここで死んでもらう。バカめ、それが何を意味するか分からぬわけではあるまい。いいだろう、パーシバル。キャイ、その程度か。体が。だがこの機会を逃すわけには。どうかどうか私の代わりに。おお、次は貴様らか。私が踏みつぶしてきた命の一つとなるがいい。それはどうかな、ヘルバトラーよ。そういう、おい、めっちゃいた、びっくりした。そんなにいるもん、いるもんってなって、タルタルソースにスクルトで、全員で、でんでんで、でんでんで、作ると、で、ギガドラで、これで、今のところこれで、作ると2回やってかんとないのかな。うん。何？いや、おー、ナイス。ルカなんだと？ヨナズンだと？やばいって。それはやばいって。パイシオンするっしょ？タルタルソース。寝てんだよな。タルタルソース確か。ベホマラーしよう。で、デンデン午後。
ギガブレイクっしょ。で、ギガドラは、これで、ちょっと寝てるんで、起こそう。あれ？眠り、あれ？眠ってなかった？あれ？いける？もしや。あ、起きてた。あ、起きてたね。なるほどね。おーし、ナイス。ビッグバーン！うわぁ。よし。なに？おぉ、大丈夫でーす。ちゃ、レックスに、パイションはもうしたからね。まあ、あとは、極大のやつをやっていけばいいんじゃないかな。スクルト、さっき下げられとったからな。ほんま。ベホマラはしとこう。で、ギガドラは、ビッグバンもうやめた方がいいわ。それはまた。地響きでいいんちゃう？よし！お、二匹いったー。あと一人になる。ナイス。守備力上げていく。でだ。ここで、どうすっかな。ヘルバトラ、メラゾーマ行くか。一度。うん。ザバラーンで行こう。で、ここは一回、パイシオン撃っとくか。で、あとは、カブト割り。よいしょ。うん。お、ナイス。二回攻撃度、ナイス。48、あ、あかんな。普通に殴った方が早いまでやん。83、あ、そうやな。おっと？どうすっかな。ミラクルソードしとっか。うん。ベホマラーで、ベホマラーで、カブト割り、頼む、下がって、お、ナイス。よし、守備力下がる。いいよ。うん。やば、うぃーってことはなかった。力貯めてる！ナイス！関係ねえぜ。ミラクルソードすっぜ。大防御。あ！ほとんどのダメージを10分の1にするか。身が割った後、大防御できたらいいんだから。それちょっと厳しいからな。あ、刃砕きあるやん。
癒しのね、一回やってみるか。やってみっかーやな。アンカーラックルでいいんじゃねもう。うん。用しないっす？お、よーし、発動した。よーし、いいぞ。うん。よーし、ヘルバトラーさらば。やったね。なかったか、SP は。とどめの一撃は、どうか私に、さらばだ。我が王、ヘルバトラーよ。ああ、指令を立ったか。これでどうなんやろ、パーシバル。民は救われる。パーシバルさん。ああ、パーシバルーって言うのと、私と、共に戦ってくれて。これで、一つの未練も。じゃあ、なんだろう、ちょっと悲しくなった。ここは、あの日と同じ場所。故郷を焼かれ命を落とした。あの日に、私は死んだのか。あれ？生き返った！さっきの悲しみを返してやって。ドラゴン TK ナイトと名付けた。なんかはずあれ、パス、え？ピサロナイトってことか、つまり。つまりそういうことか、ピサロって最初になってたもんな。ピサロナイトな。なんか聞いたことあるような、ないような。あるような、ないようなって感じ。いや、命拾いしたな、パーシバル。あ、いや、もうその名前じゃなかったな。名付け親であるヘルバトラーを倒したことで、お前も消えちまうとこだった。だからこいつが今、お前に新しい名前をつけたんだ。これが、私の新たな名前。なんか恥ずかしい。恥ずかしくなる。ありがとうございます。私に名を。命を授けてくださり、我が命は生涯、あなたのために捧げるものと誓いましょう。いやー、おかえりなさい。配合できるの逆に。これからもよろしくお願いします。いや、配合できるやつ。よーし、終わったね。ここも。じゃあ、あとは一個だけかな。あれ？てか、終わってんじゃねこれ。ヘルバトラー終わったやろ？ここ終わったやろ？あれ？いや、一旦ちょっと、逃げから戻ろうか。あれ？ってなった。